いつも綺麗ですよ。本当に？やったね。ラジオの時は手持ちなんですかって？一応持ってはいるけど。私たちは明日から小屋入りです。寝っ転がってるでしょ。うん、寝っ転がってる。今日ずっと寝っ転がってたの。明日からか。そう、明日から567とやって、ついに8日に開幕でございます。明日に備えてゆっくりした。なんか何もやる気起きなかったから、もういいや今日はと思って出かけずに家にいたかな。初見の人を見てる。うわー、じゃあ今日ハズレ会ですね。なんでハズレです、今日はもう。そんなね、新ニュースないですね。お家で何してたの？何してたかな。でもずっと寝てたかもしれない。寝てたな。寝てたね。もう明日からノンストップでね。休園日までノンストップですので。今日晴れてたから出かけるの嫌だなと思って。昨日はあのね、 iPad を新しく買ったやつずっとほったらかしにしてたから、それを教えてもらってた。なんか動機とかいろいろ。あとうちの Wi-Fi の電波が弱いってなんか笑われた。確かに大きいなんか動画とか iCloud とかすごい時間かかるなと思ってたけど、そういうものだと思ってたからさ、なんかみんなが2000とかそういうなんか Wi-Fi の速度みたいな。いや置いてるんだよ Wi-Fi の機械。そう、速度めっちゃ遅いらしい。知らなかった。みんなが2000なんとかのところ私4しかなくて。いや自分で契約してるみたいなやつだから、こういうのにした方がいいよって昨日教えてもらって、教えてもらっただけ。そう、あの明日ちょっと時間ある時に変えます。遅い。でもこうやってさ、ショールームとかさ、まあ、今日はラジオだけどさ、あの普通に配信してる時とか別にそんなに今までそんなに困ったことなかったから、別にどうにかしなきゃって思うこともなかった。そうなんだって感じだった。でもめっちゃ笑ってたから相当弱いんだなと思って。そういうものなんだ。120ぐらいあれば高速。へえ。ってことは次の配信画質やばくなる。そういう問題？ショールームってそんな画質、ああでもそっか変わるか。
4って本当弱そうって。おお、そうなんだ。まあ数字で言ったらめっちゃ弱そうだよね。ぐぬぬ。へえ、なんかよくみんなが言ってるのよくわかんないや。マンションがどうとか。そう、人と話してて知らないものを知った。いや、まあなんか知らぬが仏だったような気もしてるけど、まあいっか、変えます、あの時間がある時に。何その音符、トゲトゲしてるね。どうしてそんなにトゲトゲしいんだ。マンション住んでると Wi-Fi の営業めっちゃ。そうなんだ、全然来ないけどな。また音符来た。穏やかじゃないね。お話し会では遅れるレベルと、あーねー。ネットの回線をマンション内で共有、そういうことができるんだ。コメントもだいぶタイムリーになりそう。今でもそんな時差ある感じしないけどな。でも考えてみたら去年より公演数は、そっか、去年よりかは少ない方か。コメント見えてる？見えてるよ。あーって言ってみて。あー。あー。少ない。うん、少ない。大阪が結構多かったのかな、去年大阪スタートだった。あ、でも東京も少ないかのかな。現役の時動画ダウンロードする時遅くなかった？あ、動画、あ、でも大体そういう時あの事務所でやってたからな。あ、でもそのファンクラブに動画あげるときとか、家ではやっぱ時間かかっちゃってたかも。強いとこ行ってたね。それだーって。ランダムグッズ集まるかな。頑張ってね。ウィンディーのアクスタ。いっぱいグッズあったね。嬉しい。ゲットしてね、ウィンリーちゃんのアクスタ。クスターなぜランダムなんでしょうかね。なんだろうね。でもこういうなんか原作ものがあるみたいな、この2.5っていうジャンルなのかな。アクスタが出てる感じだけど、他のところはどうなんだろう。なんか共通とかなんかな、ルールがあるのかな、どうなんだろうね。パンフレットももうできてるのかな、楽しみ。明日行ったらあんのかな。
ぱりデザインとかめっちゃかっこいいから楽しみ。確率当たる？え、それは平等なんじゃない？確かに AKB より低確率、確かに6分の1でいいってこと？そうだね。それだからいいってわけでもないけど。最高何になる？生写真とかああいうのでいくとさ、本当に人数分のあれになってたのか。あ、でも選抜だけのとかあったか。それでも16分の1か。大変だね。ソロコンの生写真コンプする、あれも結構飾ったもんね。憧れたらお姉さんに声かけてトレードするのか、わかんない。みんなの方が詳しいでしょ。いつもどうしてるの？あれじゃないの？X とかで。なんかこの人譲って私求めてますみたいな、なんか名前やってるじゃん、よく。もっと隠れてやってほしいよね。お姉さんから大変。頑張れ。昨日は夜ご飯、ねえ、久しぶりにビーフストロガノフ作りました。あとは、あとあれ、ヤンソンさんの誘惑作った。出たーって言われた。あとはサーモンのマリネっていうか、おい しいおいしいって言ってたんで安心しました。好評好評。誰かもう食べちゃった。もらったやつはもう、あ、私が作ったタンドリーチキン食べてみたい。タンドリーチキンも結構マスターしたな。いるのかな、こういうイベントでファンの人に食べてもらえるような、なんかそういうの。どうしたらいいんだろうね。私が直接作ったやつをみんなが食べるってなんか難しそう。ハードル高そう。なんかそういう資格とかいろいろや、もう持ってる人にレシピを渡してそれをみたいなことはできそうだけど、直接はなんか難しそうなんだよね。そう、量も量だしね。3、4人前とかだったら全然できるけど。
そうそうそう、なんだっけ、食品衛生うんたらかんたらというなんかあったな。 AKB カフェの時もなんかあったんだよな。そう、カフェの時に出したら全然違うものがあったね。握手会ってそんなやつなかったっけ。特典でなんかレシピを公開するみたいなのあったよね。不思議な特典だよね。レシピ公開して自分で作ってくださいいろんな特典あったな。りんちゃんも AKB 劇場に落書きしに行かないの？何それ、何落書きしに行かないの、どういうこと。AKB に戻る戻らないよ。ゲストで OG の方が来て壁にサインをされる行事。知らない。壁車の空いたところに OG が、あ、そうなんだ。確かに私がだって外した時も結構壁車の数減ってたもんね。空いてるところに書くんだ。改装する、改装っていつなんだっけ、秋くらいだっけ。最近とかじゃないよね、もう少し先だよね。あ、そうなんだ。あ、でも何、え、9月から12月。あ、でも意外と早いね。94ヶ月ぐらいで終わるんだ。もっとめっちゃかかるのかと思ってた。あー、なるほど。で、周年の時からまた新しく始まるみたいな。すごい早いね。じゃあ結構改装工事みたいなの。すごい、どういうシステムなんだろうね。3ヶ月は意外と長い。そう、あれ、そうか、そんなもんか。え、でもそんな今誰が書いてる、でもみんなそんな知らないか、言ってないもんね、きっとみんな。エイトの卒業した子とか書いてなさそう。私はそれよりもレッスン上にお題と私が貼った私たちの写真が、レッスン上のドアのところに貼ったやつがちゃんとゆうゆうに守られてるかが、そっちの方が気になるわ。ゆうゆう守ってくれてるかな、ガーディアン。外されちそう。
ではない。嘘だ。うちらの友情は本物だぜ。現役も借り始め、あ、そうなんだ。もう何でもありなんだね。もう私は自由に出入りできないので、鍵とかも返しちゃったので。鍵なんてもらってたの、みんな持ってるんじゃないのかな。昔はそういうの何も持ってなくて、マネージャーさんが持ってて、それみんなでまとまって入って開けてもらってとかしたけど、最近はもう本当にもっとセキュリティ頑丈になって、みんな持っててっていう感じ。真珠です。私今どういう体勢、仰向けになってぼーっとしてる。ぼーっとじゃないか、みんなと喋ってるから。いつでも寝れるぐらいの。みんなのね、そうだよ。お風呂は今から入る。寝れるかな。お昼にいっぱい眠っちゃったから眠れなそう。写真にしないの？どういうこと？この画面がってこと？どうやるんだろう。これで満足してるよ。今日は風なの？うん、今日はお休みだったよ。お顔見たいな。ダメー。俺は毎日は嘘だ。本当に？毎日お休みなの？あ、でももう明日からこんな生活できない。頑張ろう。明日も仕事だ。私もだよー。今まで経験してきた中で一番投資稽古をいっぱいしました。本当に毎日やってたな。いっぱい言われるの？あれかな、ダメ出しがってこと？まあみんなこう終わった後、演出家さんの周りにこう座って、みんないろいろこここうしようとか、いろいろ、そうね、
でも言わない人は言わないし、私はでもどっちかっていうと言ってもらえる方が、あ、ここ直せばいいんだと思ったり、他の人が言われてるのでも、ってそういうのがあるんだとか、その方が達成感もあるし、横内さんってあのキスバイエイト、あれ何が正しい名前だっけ、あのエイトでやってたやつとか、横内さんとか、あの8のさ、あの女王様みたいなあれやった時とか、そう横内さんとても優しくて、どっちかっていうとこう「よかったよ」ってすごい褒めて言ってくださるけど、なんか分かんない、他はどうだったか分からないけど、全然ダメ出しみたいなことはされなくて、逆に不安になる、って何もないぞって、ダメ出しとかないのかなって、褒めてくれて嬉しかったけど逆に不安になった、ずっと。穏やか、そうだね、穏やか、私はダメ出しされたいんですね。じゃあ M と違う、向上心ですよ、そういうのじゃないから。勉強になるからね。丸尾さん、あの劇団四季がよくお世話になりましたけど、真面目とか他の誰でもはめちゃめちゃ言うタイプだと思います。赤レンの石丸さんもとても言ってくれますね。ハリプロの元メンバーたちは元気ですか？あ、でもあれ会ってないな。スズランさんとはその番組一緒だったから、そう、その分お話しする機会もあったけど、他はもう会えてないな。センさんはちょっと一瞬会う機会があったけど、あとね、あのゆきさんの卒業公演とかもいらっしゃったり、さえさんは本当いつも笑顔が素敵で、こうこんな私にでも優しくあったかく元気に接してくれて、こういう人になりたいなって憧れる、そんな人です。キラキラしてて惚れちゃう。ひーちゃん私最近会ってないな。でも SNS とかも最近更新してないよね。気になるね。でも、もう今全然誰とも連絡取ってないな、現役とも OG とも。まあ今自分がね、仕事で関わってる人も近くなってたりとか、環境がそうなってるから仕方ないけどね。
ゆいゆいとりんちゃんのコンビ好きだったな。ああ、過去形になっちゃった過去形になっちゃった。でも今ホッとしてる。去年からずっと不安だったけど、ちゃんと今の一緒に共演してる方と仲良くなれたので、すごい、あ、こういう未来になってよかったって思いますフフ安心している。うん、もうじゃがりこは必要ない。じゃがりこは好きだけどしばらく食べてないな。ぼっちになる未来までいや、そうってよりかは、なんか自分がちゃんと好きと思って仲良くなりたいなと思って喋れたり、なんかそういう空気感になって、よかったやんか。本当だよ。ご飯とか行った時とかもすごい褒めてくれたり、みんなが楽しそうにしててすごい良かったと思います。私はなんか去年はもう物理的にというか普通に忙しくてそういう会に全く参加できなかったけど、やっぱ結構やっぱりみんなよくご飯に行かれたりしてて、でも私は次の日そのこっちのこっちって今もいるみたいな言い方になっちゃうけど、両立しながらやっててちょっと無理だなって感じで、あとシンプル早くお家に帰りたいぞと思ってたりしてたから、もう全然全くそういうの行けなかったけど、でも今は自分にこう時間とか余裕も出てきて、私もちゃんと行きたいなと思って行けて、すごい私がいることを喜んでくれたり、シンプルにそういうのが嬉しかったりするかな。でも帰るときはね、トップを争うぐらい早いですよ。スカーが一番早い帰るの早いランキングは、トップ争ってるのはスカーとウィンリーとヨキわかんない石バールは遠いよっていや絶対スカーだわ。スカーが一番早いわ。まあでもベテラン勢は皆さんお早いイメージ、マルコーさんも早いイメージあるな。よき はあ、寝る準備しよう。ベテラン勢に負けないで頑張る。
みんなも明日お仕事頑張ってね。そういえばみんなは何日に来てくれるの？8日からスタートだよ。来るよね？来るよね？待ってます。大阪の方に行きます。そっか、じゃあまだちょっと時間あれたくさん待つことになっちゃうけど、楽しみにしててね。じゃあ明日からバータリー含め頑張って初日に挑んできます。ありがとう。じゃあね、お互い明日も頑張ろう。おやすみなさい。お風呂入らねば。じゃあね、バイビー。